いきまーす。それ僕の、それ僕のデッキでーす。それ私のデッキ、遊戯ボーイ。さあ、あ、ミスった。なんでだよ。また俺シャックルせんとあかんやんけ。まあ、今いいや、もう。今度は4万円。いくぜ。最初はグー、じゃんけんぽい。先行はいただくぜ。了解。いくぜ。ラッシュデュエル、アクセラレーション。先行ドロー。先行ドロー結構やばいんだよ。俺は、なるほどな。ツインエッジドラゴンを召喚。はい。そして、フェニックスドラゴンを召喚。はい。俺は、2体のモンスターをリリースし。お、いきなり出すぜ。序盤からクライマックスだぜ。今、俺の銀河に7つの超新星がガンマ線バースト。さあ、出てこい。連撃流、ドラギアス。序盤からクライマックスだ。カードを1枚セットして、俺はターンを終了するぜ。俺のターン、ドロー。こんなドヤ顔で出していいモンスターなのか、このモンスターは一体、絶対、うん、このデュエルはどうやら序盤からクライマックスのようだな。何？行くぜ。俺は、はぐれ使い魔、召喚。誰や、誰やねん、お前。語彙力ゼロの、ただのマスコットキャラ。さては下敷きだな、それ。そして俺は、手札からマジカルストリーム発動。おー、つえー。魔法使い族がいるときに、ファイティングルージョンの魔法の1枚選んで破壊。ザー、つえー。俺の反抗の遊撃が。そして、はぐれ使い魔をリリースして、アドバンス召喚、セブンスロードウィッチ。やばい。そして俺はセブンスロードウィッチの効果発動。いやー、効果発動。手札を1枚墓地を送って発動。手札のレベル7以上の闇属性魔法使い属モンスターをフィールド上に特殊召喚する。強いよ。行く手を阻む壁も山も惑星もロードを切り開いて突き進む。行くぞ、セブンスロードマジシャン。すげえ。おい、これ2ターン目だぞ。なんだこの盤面。そして俺はセブンスロードマジシャンの効果を発動。デッキの一番上を墓地に送って効果発動。いや、強い。エレメントロード、強すぎる。セブンスロードマジシャンは墓地の属性の数 ×300 ポイント、自身の攻撃力をアップする。熱え。俺の墓地には地属性と炎属性の2属性よって攻撃力は600上がって2700。いや、ギリギリ超えられた。お前のドラギアスを突破できるぜ。さらにセブンスロードウィッチは自身の効果でセブンスロードマジシャンが特殊召喚された時、ターン終了時まで攻撃力が400ポイントアップする。いや、強い。2000と2700。いくぜ、セブンスロードマジシャンで攻撃。うわー、セブンスマジック。ドラギアスが、お前なんて何の対戦もないんだ、おかしい。そしていくぜ、セブンスロードウィッチ、多分攻撃名はセブンスバーニング。確かに、確かに、確かし。うわー、俺はターン終了。くっそー、俺はハンドが1枚、つまり俺は手札が5枚になるようにドローできる。2、3、4、5、ラッシュデュエル。ラッシュデュエル。うわー、来い。あー、なるほど。俺は手乗りドラゴちゃんを召喚。はい。手乗りドラゴちゃんのをリリースし、グラビティプレスドラゴンを召喚。きた。グラビティプレスドラゴンの効果発動。手札を1枚墓地に送って、フィールドモンスター1体の攻撃力、守備力をターン終了時まで700ポイントダウンさせるぜ。はい。俺が打点をダウンさせるのはセブンスロードマジシャン。くそ。貴様のフィールドの こいつの攻撃力はいいっすか。2100か。1400になるぜ。そしてドラゴライトを通常召喚。はい。そしてドラゴライト一体をリリースし、来るか。来い、俺のデッキのエースモンスターファイヤーガーディアン。やばい。エースが破壊されたらもう純エースが2体来た。違う、こいつがエース、こいつがエース、こいつがエース。俺のデッキ、こいつがエースなんで。こいつの効果は説明するぜ。効果は特にないが、打点が2100もあるぜ。ただただ強い。ただただ強いぜ。いくぜ、バトルフェイズだ。いけ、ファイヤーガーディアンでセブンスロードウィッチを攻撃。はい。ファイヤーバースト。え、こいつ1つだっけ。500の大ダメージを与えるぜ。そしてグラビティプレスドラゴンで攻撃、てめえの打点は強くなっている。100ダメージ、100の大ダメージを与えるぜ。ボスを倒したと思ってたら、ターンを終了するぜ。ボスはこっちやったパターンね、こいつやで。さあ、手札が5枚になるようにドロー。これ今、禁止化がささやかれてるから、一股では。今ね、こいつ今リミット1まで制限候補、そう、制限候補、ヒット候補。さあ、あの盤面どう返すか。さあ、どう返すか。やばいぞ、あいつ顔が暗いぞ。あいつ顔がちょっと曇ってるんじゃないか。俺は、俺も行くぜ。強カード、ミスティックディーラー。あー、強い。それでピッキートップ引くやつ。効果、
いいよ。技名は多分ハンドリサイクルかなんか。いいぞ。ハンドリサイクル。手札は魔法使い族を1枚捨ててデッキからワンドロー。うわ、強え。捨てに行ったろう。さあ、行くぜ。俺はいいカード引いたっこよ。ミスティックディーラーをリリースして、あ、いいカード引いたっこよ。風使いトルネを召喚。あー、強え。くっそー。風使いトルネの効果発動。手札を1枚墓地へ送って相手フィールド上のモンスター1体の表示形式を変更する。これ俺はもちろん、これお前のエース、これこいつの守備表示。やめてよ、そいつ強すぎだって。なんだよあいつ、 AD チェンジャー内蔵してんじゃねえぞあれ。さらに俺は手札からダークソーサラーを召喚。やばい。そしてカードを1枚セットして、やばい、バトルフェイス、やばい、風使いトルネの攻撃、ウィンドマジック。こっちだっていい、こっちもちろんごめん。こいつ100ダメージ。オーケー、100ダメージを与えられるぜ。ありがとう。相手のプレイングを助けていく。プレイング、そしてダークソーサラーで守備表示になったお前のエースモンスターを攻撃。おわ、やられていく。さあ俺はターン終了。しゃあ、こっからあの盤面を返せばいいんだろ。さあ任せろ。絵に描いたような一心一体、俺の右手が光ってなる。お前を倒せと輝き叫ぶシャイニングラッシュデュエル。強い。おお、強そう。強そう。ちょっとぼっち確認いいですか。はい。めっちゃいるな、魔法使いとか。めっちゃいる。サワケ光りますか。いや、スタンバイフェーズこのゲームないんで、それは言えません。くそ、サワケ光るか言えよ。メインフェーズ入ってからは聞いてください。フェニックスドラゴンを召喚。はい、フェニックスドラゴンの召喚に何かサワケは光るか。光りません。怖すぎる。なんだあのカード。怖すぎるぞ。やばい、ちょっと一旦考えます。ここであれ踏んだらマジで負けなんだよな。あれ踏んだらガチで負けなんだよ。やばい、なんだか。もう行くしかないか。でもバックにビビるのは遊戯王の醍醐味ですよ。そうやな、フェニックスドラゴンの。やばい、エースモード効果を発動するぜ。フェニックスドラゴンの効果を発動するぜ。俺は連撃でドラギアスを墓地に置きます。お前魂のカードを、魂のカードを墓地に置く。俺はファイヤーガーディアンを手札に加えるぜ。ああ、そして、手乗り道具を召喚。やばい、ドラギアス出せたやん。そしてドラゴンシリーズファイヤーガーディアンを召喚。そしてフェニックスドラゴンをリリースし、暗黒の竜騎士を召喚。初めて見た。誰お前。誰やねんモンスター来たー。こいつは1体リリースすることで1600打点を叩き出せる最強モンスターだぜ。さあ、しっかり無限法要ケアもしていく。意味のない通常モンスターなのに無限法要のケアもしていくぜ。そしてバトルフェイズで移行するぜ。まずは暗黒の竜騎士でこのダークソーサラーに攻撃するぜ。暗黒の竜騎士ブレード、いきます。そしてファイヤーガーディアンでトルネを攻撃。ファイヤースバースト。そこだ。やばい、バスカード、キノコを使って。あー、そっちか。自分の墓地に魔法使い族モンスターが存在するとき、攻撃してきたモンスターの攻撃力をターン終了時まで500ポイント下げる。そっちのパターンだった。攻撃力500。あー、2100。相打ちかこれ。え、強い。やばい、ケアできてる、ケアできてる。来た、これ相打ちだ。モンスターが残ったぜ。危ないぜ。こいつの2100打点が最強だぜ。ターン終了するぜ。ただこれドラギアス出しとけば両方とも勝利できたのにな、畜生。さあ、俺はこのモンスターを信用しすぎたようだ。俺は5枚になるように山札からドロー、ラッシュデュエル。いや、5枚ドローおかしいもん。手札ありますか。手札ないです。ないということは、ハンコの流撃ではない。いや、まあそうかもしれないけど、まあ使えない。俺はダークソーサラーを通常召喚。ダークソーサラー通常召喚、どうぞ。さらにルミナスシャーマン召喚。いいだろう。ルミナスシャーマンをリリース。おお、はい。手札からセブンスロードウィッチをアドバンス召喚。はい。そしてカードを2枚セットして、2枚セット、ほう、バトルフェイス。バトルフェイスいいだろう。セブンスロードウィッチでなんかその誰やねんモンスターに攻撃。お、でも相打ちなんだけどいいんだな。はい、いいだろう。両方の破壊されよう。こいつ破壊されダークソーサラーでダイレクトアタック。いいだろう。1500ダメージを受けるぜ。違う、こっちじゃない。やばい、俺の減らすな。1500ダメージを受けるぜ、城之内くん。ターン終了。いくぜ、城之内くん。俺の手札は0枚、つまり5枚のカードをドローすることができる。
いけ、あのカードを引いてくれ、ラッシュデュエルだぜ。ワンチャンスあるぜ。ツインエッジドラゴンを召喚。お、そして手札よりマジックカードカリーのレッセンを発動。さあどっちを破壊する。コスト、ジムフィールド上の表側表示モンスタードラゴンズがいる場合に発動できるぜ。表側じゃねえや、相手のマホトラップカードを1枚を選んで破壊できる。どっちを破壊する。リンクス流で言うとこっちのカードを破壊させてもらおう。デッキ側に強いカードがある。よし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 、キノコのカーテンを破壊した。そして俺はモンスター1体をリリースし、現れよ暗黒の竜騎士。はい、また誰やねん、誰やねんモンスター来たー。そしてカードを1枚セットし、バトルフェイズ。はい、暗黒の竜騎士でダークソーサラーに攻撃。暗黒のドラゴンブレード、受けます。お、受けた受けたか。まあ、たかが100ぐらい触れてやろう。お、いいだろう。さあ、俺のターンは終了だ。ああ、ハンドは1枚ある。あ、はい、はい。俺はハンドは1枚ある。5枚になるようにドロー。くっそ、強いな、5枚になるようにドロー。これがラッシュベル。あの伏せは炭鉱の流撃と読むべき。そのマインドスキャンを使っているな。スキル、マインドスキャンを使っているな。確かにライフは7300ある。条件を満たしている。やばい。シンプルに弱音が出た。ラッシュデュエルであってはならないことが起きた。やばい、上級モンスターだらけパターンなんじゃないか。ヤツの手札は上級モンスターだらけなんじゃないか。さては事故ったか。ついにこの状況からでも入れる保険があるんですか。いや、もう無理なんじゃないか。サレンダーか。俺はカードを1枚セット。おう、さらにカードを1枚セット。ほう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 、ターン終了。よし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 。モンスターが出せないぜ、あいつは。いいだろう。俺はハンドが1枚、手札が5枚になるように4枚のカードを取ろう。ラッシュで下流の熱戦を発動。はい、こいつだ。あそしてドラゴライト、カードを1枚セットし、俺はこのままバトルフェイズに移行するぜ。くそー、いけ竜の祈り子でダイレクトアタック。俺がなんでこのカードの効果を説明しなかったかわかるか。え、なんで2枚目のダークでしょ。強すぎる、強すぎる。さあ、もしに戻すのは強すぎる。ああ、助けて。調子乗って3枚攻撃表示出しちまった。あのカード強すぎるんだって。なんでミラーフォースあるんだよ、初期段階から。どうなってんだよこのゲーム。終了するぜ。ただ俺はさっき事故ったのに2枚しかドローできない。よしよしよし、事故れ事故れ事故れ。ちょっとだけラッシュデュエル。ちょっとだけラッシュデュエル。スペルアーチャーを召喚。召喚時何かありますか。ドラゴンエンカウント効果発動。まあ、小賢しいカード。俺は相手がモンスターを召喚特殊召喚にした時に、手札のドラゴン族モンスター1体をフィールドに特殊召喚できる。いけ、グラビティプレスドラゴンを守備表示で特殊召喚。はい、よし。じゃあ俺は手札からマジカルストリーム発動。このカードマジで俺いらないんだけど。これ抜きたいんだけど。はい、どうぞ。どっちですか。マジカルストリームね。どっちですか。じゃあデッキ側。デッキ側いいだろう。反抗の領域だったな、はい、それはもうさっきからずっと反抗の領域でしょう。反抗の領域。いや、俺絶対このカードいらないと思うんだよね。このカードこのカードガチでいらないと思うんだよ。それはもう多分みんなわかってる。あ、俺はスペルアーチャーをリリース。いいだろう。魔剣士アンストラーをアドバンス召喚。ああ、強いやつ来た。カードを1枚セットし、バトルフェイス。いや、強い。魔剣士アンストラーでグラビティプレスドラゴンに攻撃。いいだろう。このモンスターはやられるぜ。魔剣。攻撃名がダサいな。さあ、終了。俺は手札が0枚なので、手札が5枚になるようにドロー。ラッシュデュエル。結構やばいことが起きたぜ。結構やべえこと起きた。モンスターをセット。はい。カードを1枚セット。はい、カードを1枚セット。これでターンを終了するぜ。あのカード使いたくないぐらい、あいつは捨てたいモンスター、つまり攻撃力が低い。やめろ。あいつや、読むんじゃない。なんちゃらノリのドラゴンみたいなやつや。攻撃力ゼロ、守備力1400のやつや。そう、立てたくない。立てたくないんだ俺は。このモンスターを攻撃表示で立てることができない。すでに手札が1枚なので5枚になるように4枚ドロー。結構ラッシュでやる。結構ラッシュでやる。さあ、そろそろここら辺で勝負を決めようか。いや、ライフが4200しないの結構やばいな。もったいないけど。もったいない。アンサラをリリースして、おうほうほうほう、トルで召喚。あ、
なるほど。で、トルデの効果で、アンサラーを。もったいないけどいいのか。こんなそんなことしていいのか。こいつの表示形式を変更。ほんといいのか。当たりだぜ。手乗りドラゴンだぜ。なんでよかった、俺のモンスターが貴様見ているな。これがバック読みですよ。ジョセフ、貴様見ているな。パパウパウパウ。ハモンカッターだけなんだっけ。それはハモンカッターちょっと忘れたわ。パパウセペン、ハモンカッターだ。トルネをリリースしてアンサラーを召喚。うわ強え。ただどんだけハンサラー引いた。ただ手札を減らしただけ。こいつ攻撃表示でもできたらいいよ。うん。でカード1枚セットしてバトルフェイス。いいだろう。保健師アンサラーで攻撃。くそー、破壊された。しかし俺のフィールドのドラゴン族モンスターが破壊された場合、このカードを発動することができる反抗の流撃。はい、反抗の流撃の効果、手札を1枚持ち送って相手のモンスター一体を破壊することができる。そう、仕方ない。よし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 、よーし、ターン終了。よし、俺のターン。デッキがねえ、やばい。俺はハンドが1枚だから4枚ドローするぜ。結構ラッシュデール。結構ラッシュデール。よーし、かなり長期戦だ。長期戦だぜ。お互いにもう山札の中の切り札がほとんどなくなっている。まずは俺はツインエッジドラゴンを召喚。はい、そして伏せていたカードをオープン。タリエルの熱戦。ダークリベレーションが2枚あるからあと1枚か。ここであと1枚のダークリベレーションを俺は破壊したい。これだ。これ、ああ、何を。本当にこれでいい。それでいい。ちなみに、あよーよし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 、オッケー。そしてツインエッジドラゴンの効果発動。手札のカードを1枚墓地に送り、このターンこいつは2回攻撃することができるぜ。はい、そしてドラゴンバットを召喚。オッケー。竜の祈り子を召喚。はい、こいつらの2体のモンスターをリリースし現れよ。連撃竜ドラギアス。オッケー。召喚工事はもうどうでもいいぜ。ただちょっと待って、次のターンの、その次のターンのドローで俺負けんじゃないか。デッキ切れで。このままバトルフェーズに移行してるぜ。まずは、ツインエッジダゴンの第1打。ライフで受ける。よし。センダーメージだぜ。そして、ツインエッジダゴンの第2打。ライフで受ける。よし。そして、ドラギアスの攻撃。なんだっけ、ハイメガキャノン。オッケー、ライフで受ける。よし、ライフで受ける。よーし、よし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 。もうダークリベレーションはない。ちなみにさっきゼロのモンスター攻撃してるから俺も2200だぜ。リュウさん残り忘れてたか。俺これで俺はターンを終了するぜ。リュウさんの残りのライフは2200だから、3200のモンスターを作れれば俺はそのままデュエルに勝てるかもしれない。いやさあ、きついな。1枚いいだろう。お前になるようにドロー。いや、そんなに都合よくは来ない。結構ラッシュです。そんなに都合よくは来ない。スペルアーチャーを召喚。いや、召喚怖い。何、さらにダークソーサラーを召喚。召喚、はい。そしてスペルアーチャーとダークソーサラーをリリース。やばいやばい。さあ、2度目の降臨、セブンスロードマジシャン。セブンスロードマジシャンの効果発動、エレメントロード。デッキの一番上を墓地に送って、墓地の、属性の数 ×300 ポイントアップ。すごい。水、風、闇、炎、光、地、強い。6属性強い。つまりこいつの攻撃力は1800アップで強い。攻撃力3900強い。そして俺はさらに魔法カード風船のカゴ。手札のセブンスロードマジシャンを捨てて攻撃力1000アップ。さあ、これで攻撃力は4900。こっちを殴んなくても、実はこいつを殴ってもデュエルが終わる。やばい、逃げろドラギアス。そのマジシャンで逃げろドラギアス。電撃流ドラギアスに攻撃、セブンスマジック。逃げろー。うわいやー、やっぱ最後は主人公が勝つんですよ。いやー、くっそ引かれたかー。こいつの脳筋力やばい。こいつちょっと、こいつ止める手段ないよ、なんか。相手ターンに守備表示するかとかないよ。これ無理だもん、出てきた。いないんだよね。